皆さんこんばんは。こんばんは、ナイスドームの、松坂です。尾崎です。今日はですね、はい、今日はすごいです。ナイスドーム、はい、今日はすごいっすよ。もう皆さんもう分かってると思いますけど、もうど真ん中に、はい、いやちょっと来ちゃいましたね、はい、ナイスドーム。スペシャルゲスト来ていただきました。もう鈴木大輔選手です。本当にありがとうございます。いやありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お時間取っていただいて。いやいやいや、すいません、本当30秒の撮影30秒で商品紹介を聞いてるんですけど、そうなんですよ、もう、はい、ギュッとやっていただいてですね、はい、すみません、今日話し始めたら長いかもしれないですけど、そうですね、一応ケツあるって聞いてるんですけど、はい、まあ一応ちょっとそうですね、はい、やってみたいなと、はい、来ちゃいました。ありがとうございます。すみません、紹介したいものがある。そうですよね、前回もあのスリップウェアを、そうなんですよね、公式の方でやっていただいて、公式の方でこれは非公式公式ですよ。公式公式会社非公式で一応やってるんですよ。すげえ好きじゃん非公式で商品紹介するの好きだなぁ。もう30分ぐらいあげてるんで、すごいね。そうなんですよ、愛が。いや、そうそう、非公式ですよ。そうか、やばいっす。いや、じゃあ非公式でちょっと熱のこもった商品紹介したいな。いや、そうっすね、それ、はい、一番の再生回数いってほしいですね。今のところもあれですよ、僕らもやっぱだんだんもう認知されてきてるんで、毎回も大体もう100はいきますからね。マジっすか100を見てるんですか100を見てますよ。マジっすか。100です。100っすね、はい、一番最初の動画1000、1200ぐらい、1200ぐらい。いや、それすごいっすね。はい、もうそうですよ。でもそれだってもうそこから商品買ってる人が多分100人のうち何十人いるから。いやもうそうですよ。もうだってそこの貢献度がすごい、はい、いやすごいと思います。一応そうですね、僕らの一応リンク先にパラメーターって言って、誰が入っ、はい、どなたがですね、どれだけ入ってて、どれだけの方が買ったかって言うんですけど、今のところ1人ですよ。1人いる。いますよ。いますよ。いるらしいですね。はい、尾崎くんじゃなくて、それ違います。違う、僕はわざわざプロパーで買わない。大丈夫。お前そういうことじゃない。お前何なん今の。お前大丈夫。はい、そっか。ケツある中ですいません、いいですか、ちょっと全裸なのか、いつでも、はい、いつでも、いいですね。一応今日はあのプロサッカー選手の鈴木大輔さん。プロサッカー選手、プロサッカー選手って言うんですか。プロ野球選手だよ。もうそうですね、プロサッカー、プロサッカー選手に、うん、合ってます。合ってます、はい、すいません。今浦和レッズに所属されてます、はい、わざわざ来ていただきました、はい、で今日一応、昨日ちょうど昨日新宿店で買ってきた、はい、商品2つ紹介しようかな。すごいですね、本当に買ってますか。本当に買ってますか。本当に買ってきたもの、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、レシートまで見せていただきました。ありがとうございます。そうですか、はい、じゃあこう他に買ったものも全部見られてますか。恥ずかしいなんかこのサイズ誰のだみたいな。嫁のプレゼントも買った。そうですね、スリップウェアそれを紹介したら、はい、ちょっとデザイン変わってたんだよね。それはまあ、後日、また第2回もあるみたいな。第2回もある。ありがとうございます。ということで、はい、早速ですが、はいはい、昨日買っていただいた、そうですね、こちらの、これね、まずね、はい、僕、商品名詳しくないんで、そこサポートしてください。はい、まず、このジャケット、はい、これ、そうなんですよ、ジャケットです。商品名は、はい、商品名。ウーブン、あ、何でしたっけ、あ、ど忘れしました。尾崎くんど忘れしました。もうそれじゃただのサーファーだよちょっとストレッチウーブン、ストレッチウーブンフルジップジャケットです。ストレッチウーブンフルジップジャケット、でもね、そう、難しい商品名がまずね。そうですよね、はい、これはあの何、テロジャケットみたいなのでいいんじゃないそうですね、飛行士がダメだよ。ペラペラジャケット、ペラペラジャケット、まあもうペラペラジャケット。これどんなとこ気に入られて、これね、いただきましたか。僕のこだわり言っていいですか。はい、僕めっちゃ花粉症なんで、今鼻詰まって花粉症なんですよ。はいはいはい、なんであの例えば外出た時に、はい、このトレーナーとか、はい、まあこれギリギリ大丈夫、花粉がここについちゃうんですよ。そういうことですね。もうあの中まで入り込んできちゃうんですよ、はいはい、これ春これ着るじゃないですか。もうこれ花粉とか黄砂とかついてもさっさっさっとすぐ取れるから、テロテロだから
テロ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 の効果ってことですか。これテロテロの効果、まずここ、これよ、ね、これまず、はい、そうなんですね。え、感情持ってない。一応僕持ってますけど、そこまで多分ひどくないんで。これめっちゃ共感する人本当にいると思う。これマスクとかと同じぐらいの効果あるから。そういうことですね。そう、外出るときこれじゃ絶対ダメなんですよ。あ、じゃあもう家入る前あれですか、絶対家の外であの脱ぐタイプですか。脱いで、脱いでうちの母親はそうなんですよ。でもすぐ洗濯機、はい、入っていくと脱いで、脱いでからねって言われるんですよ。そう、はい、それも入るんだ。花粉を家に持ってくんなって。そうですよね。で、それはもう持ってこないジャケットっていうことで、まあ、あの個人的にめちゃくちゃ機能としては 大切なところね。まずそうですね、はい、ポイント1ですね、はい、でまあ暑がりだからこれね薄いっていう、はいはい、っていうところもまあいいで、俺これ一番伝えたいこと、はいはい、それはあのね、この竹の、わかるかなこれ、これわかるかな、この段差、はいはい、前短い、はい、後ろ長いでしょ、見えるかな、はい、後ろ長い、はい、そうですね、それで後ろが丸い感じ、ま、丸なんだよ、こう、はい、こうそうですね、円形というか、はいはい、このスタイルが、シルエットが、このスポーツスタイルで俺これが一番かっこいいと思って。ああ、そういうことですね、これ、うん、あのアパレル的に言うと、はい、ステア、あ、ステップヘム、ちょっと違うよね、ステップヘム、これは、あ、ステップヘムはでも、はい、なんていうか、ね、これ、なんか段差でいいんじゃないこれ何でしたっけ、ドロップ、ドロップ、あ、ドロップヘム、まあ、ちょっとラウンドしてて、はい、そうなんです、今時なんです、そう、はい、だからね、これね、今時の、はい、段差ってことですね、段差があって、しかもここの短いとこから俺はちょっと長い下の、ロンティーとかを着たい、はいはいはい、でさらにこっから白のロンティーとかをここ下に出したい。あ、これ分かります、僕出したい、分かります分かるよ、僕はそういうの好きで、はい、僕は結構で好きで、これね、やっぱ服って俺サイズ感だと思ってるんですよ、はい、それはそうですね、サイズ感なんですよ結局、何着るかっていうよりももっと大事なサイズ感だから、こういうのでちょっとこうあのスタイルがよく見えるシルエットになってるこの段差が、これ一番気に入った、そういうことですね、っていうので、まあ選ばせていただきました。これだから、ちなみにサイズいくつ選んだんですか。これ L ですね。 L ですか。ああ、あれ大輔さん身長体重どう、82の74、だから XL でもまあそうですね、おかしくない。 でもなぜ L にしたか、下から出したいから。ああ、そうですね、さすが下から出したい。僕はもうそれだと思いました、はい、だから下に着るやつは XL とか頼む。ああ、はいはいはい、 そういうことですね。そっちの方がなんかスタイルがよく見えますね。スタイルがよく見える。僕そうですね、僕もそのタイプです。もうだからそのスタイルがよく見えるためにトレーニングしてると言っても過言ではないそれがなんかおしゃれだと思ってます。そういうことですね。いや、ありがとうございます。素晴らしいです。はい、だからまあ、そうですね、これで商品的にはですね、あの、はい、これリップストップっていう生地、強い生地使ってるんですよ、はい、めちゃくちゃタフで軽くて、もともと軍用で使われた生地 でそこからアウトドア着て、でそこからスポーツシーンに落ちてきたっていう生地なんで、はい、めちゃくちゃタフなんですこいつ。え、もともと軍用、軍用避けたり、これ穴が開いてもそれ以上こう 傷っていうかこう広がらないように、そんな強い素材だって言って、避けることこんな薄いのに止めるってやつ。そうなんです。で、こいつだけだと伸びないんで、ここに伸びるあのストレッチウーブンって言って伸びるあのウーブンの不惑を使ってるんですよ。はい、そうなんですよ。なので腕周りとか動きやすい、はい、ストレッチウーブンが入って動きやすいので、こういったままでスッとでパーンいきますよ。うわ、ロックスローやっちゃう。やっちゃいますよこれ。マジっすか。いきますよこれ。交代要員、ロックスロー要員、はい、そういうのもできちゃうんですね。いけますね、はい、いけますよ。そうなんですよ。で、フードのところにドローコードもついてて、そうですね、一応絞れるよね、はい、いやすいません、ありがとうございます。なんかちょっと社員さんっぽいこと言う。いやすいません、ちょっとそうですね、僕らは一応商品企画なんで、はい、2人とも、はい、でもこれ買うときにその情報結構、いや言われたら俺これ買うかも。そうですよね。軍用に使ってましたよとか言われたら、いやそうですよ、男の心。いやそうなんですか。さすがわかりますね。さすが。それ大事じゃない？確かに大事なんですよ。書いといた方がいいんじゃないですか、着てるところに。これもともと軍用で使われてたとか。あ、でも そういうことなんですか。うん、はい、僕らその信条の方たちもあのそういうことをバッバッ言えると最高なんですよ。
なんかこれ僕らの一般お客さんも見てるんですけど、うん、その店舗のスタッフの方たちも見てくれてるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。でも接客に非公式。非公式です。だから見てる。だから見てるんですよ。そうなんですよ。はい。ありがとうございます。いや、いいじゃん。めっちゃいい。すいません、なんか一つでかなりの。いや、良かった。俺これ買って良かったと思いました、はい。ありがとうございます。改めて。ありがとうございます。じゃあ終わりますか。